ケラトサウルスは、中世代ジュラ紀中期から後期にかけての現在の北、アメリカ大陸とアフリカ大陸に生息していた、重脚類の恐竜の一種、竜板目重脚アモクケラトサウルス科に属する。属名は、核を持つトカゲを意味する。ナシコーニス種は、北米で、保存状態の良い化石が見つかっている、モシ種である。イン,ウンズ種は、東、アフリカ産で、 デンティサルケイテス種及びマグネコーニス種は共に北米産であり、いずれもナシコーニス種よりも大型である。特に、インンズ種は非常に大型だったことが推定されるも、化石が断片的であるため、ケラトサウルス属に含むことを疑問視する学説もある。体長約4.5から6メートルの中型肉食恐竜である。鼻の上にある角状の個室の突起、眼下上部にある。 古武状の隆起、背面性中線状に並ぶ個室の板などが目立つ特徴である。角状の突起を持つ獣脚類はいくつか知られているが、背面に骨盤を持つ獣脚類はケラトサウルスのみである。ケラトサウルスといえば、真っ先に思い浮かぶのが、学名の由来にもなった頭頂部の角である。しかし角という名称に反し、その厚みは薄くむしろさ坂に近い白物であった。 こうした貧弱な角はもっぱらライバルや異性へのディスプレイに使われた可能性が高い。こうした見かけ倒しの飾りは多くの獣脚類に見られたものの、ヘラトサウルスの子孫筋であるアベリサウルス科は実践に耐えうる頑丈な角を獲得していた。こうした貧弱な角よりも本種の特徴を際立たせているのが体格に見合わぬほどに発達したサーベル状の上顎ごである。 この葉は自身より巨大なアロサウルスよりも長く、類縁関係のあるアベリサウルス科よりも遠縁のカルカロドントサウルス科に酷似しており、獲物へ致命的な裂傷を与えることができた。そのためケラトサウルスは中型ながら、やや大きめの竜脚類などを獲物を標的としていた可能性もある。これらを踏まえると、ケラトサウルスはアパトサウルスの子供や生態を 集中的に狙っていたのかもしれない。前紙には4本の指があるものの、爪が生えていたのは3本目までで、第4紙は痕跡程度しかなかったと考えられている。尾は柔軟な構造で幅広く厚みがあった。この尾は後のテタヌラした目よりも柔軟性に優れていたため、古生物学者のロバート・バッカーは、ケラトサウルスが半水性だったのではないか、と指摘している。 が、これには、異論も多い。かつてカルノサウルス類とされ、アロサウルスと同一種と考えられていたこともあったが、異なる点が様々あり、近年新たに分類し直された。ジーポールによれば、アロサウルスと比較して小柄ではあるものの、歯は薄く、切れ味が良く、手足の爪はアロサウルスに比べて鋭かったと言われている。ありがとうございます。